コラボ問題に関する今後の取り組み方について、郵便学者の内藤陽介先生がいいことをおっしゃっておられましたので、ここで共有したいと思います。はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和4年の、はい、12月30日年末でございます。23時を過ぎたところで、ございます。はい、昨日のね、私のコラボに関する動画ですね、たくさんの方見ていただきましてありがとうございます。まあ内容としてはですね、このコラボ問題をですね、先陣を切っていかれております、ひまそらあかねさんのですね、東京都の住民監査請求結果のですね、結論の部分をですね、ツイッターに上げられてて、それをね、読み上げただけの動画だったんですけれど、まあ、それでもですね、再生回数が、5万近くいったということで、多くの方に見ていただきまして大変ありがとうございます。まあ、それだけですね、はい、このコラボ問題、多くの方が注目を持っているということとともにですね、やっぱり多くの方が、お怒りなんだと思います。税金の使い方はですね、まあ、やっぱりしっかりしていくべきだろうというのはですね、まあ、私のみならず、多くの方が考えるからこそですね、このようにですね、はい、多くの方がご注目いただくでいるのだと思います。でですね、はい、今現在なんですけれど、はい、東京都議会議員の川松伸一郎議員がですね、はい、ライブをされてるんですね。で、川松伸一郎さんはですね、この東京都議会議員の中でもですね、一番このコラボ問題にですね、取り組んでおられる方で、ございます。で、今ですね、そのライブ配信をですね、されておられまして、私もですね、3回ほどね、コメントの方を残させて、いただきましたけど、はい、私がね、入った時は4000人ライブ視聴されてたんですけど、それがですね、6000人見られてですね、はい、すごいなと感じます。はい。いや、本当にね、川松伸一郎さん、東京都議会で、自民党のね、議員さんなんですけれど、やっぱりね、このコラボの問題っていうのはですね、委託事業であったり、補助金の問題ということで、今回はね、コラボの関しては委託事業なんですけれど、結局こういう税金の使い道がですね、すごく雑っていうかね、そういう管理がね、しっかりされていないというのはですね、今回のコラボについては共産党がね、関連しているということなんですけれど、これはですね、一方で、おそらくほとんどの規制政党がですね、関わっている問題でですね、触れられたくないところなんですね。だから、自民党がですね、今回共産党けしからんということで、公益をするとですね、何らかの形でブーメランになって帰ってくると思われますので、自民党のですね、川松さんにもですね、こういう、いずれというか今も、もしそうなのかもしれないですけど、結構圧力ってあると思うんですよね。でもそんな中ですね、川松伸一郎さんには、大変頑張っていただきたいと思っております。で、やっぱりね、ここで川松さんが、どこまでできるのかっていうのはですね、大変恐縮なんですけど、私ごときがね、言うのは恐縮なんですけれど、拡散力だと思います。発信力だと思います。川松さんはですね、はい、YouTube のチャンネル登録者数がですね、7万人を超えておられるということで、あとですね、先ほどのね、ライブ配信でも6000人集めるぐらいの発信力もありますので、このね、問題に関心をお持ちの方、川松さんに頑張ってほしいと思われる方はですね、ぜひ川松伸一郎さんの、チャンネルもね、登録してもらえればと思っております。ということで、はい、今回のね、コラボ問題なんですけれど、一応ですね、はい、簡単に概要をお話をします。東京都の委託事業をコラボなんですけれど、これはですね、国民の税金が使われているということでございます。主に東京都が関わる話ではあるんですけれど、一方で国の税金もですね、入っているということで、私はですね、12月6日だったかな、はい、参議院の総務委員会で、このコラボの問題、5分ほどですけれど、扱わせていただきました。で、このコラボに関してはですね、委託事業東京都から委託されてやっているんですけれど、やっぱりね、税金が使われているということで、やっぱりその
税金をどのように使ったかっていうのはですね、まあしっかりと、まあ報告書を作ってですね、まあしなきゃいけないんですけれど、まあそれがですね、やっぱり不正会計疑惑などということで、ちょっとやっぱりずさんなんじゃないかということでございます。で、まあそれに対してですね、そのコラボの、まあやってることに対してですね、やっぱりおかしいということで、まあひまそらあかねさんがですね、住民監査請求を、まあ送ったと、いうことなんですね。この住民監査請求に対してですね、コラボ側が弁護団を組んでですね、リーガルハラスメントだなどとですね、まあ会見までしたわけなんですね。まあある意味ですね、この記者会見というのはですね、まあ一般人男性をですね、いじめる、まあすごいね、まあハラスメントだと思うんですよね。まあ、うん。まあそんな中ですね、まあひまそらあかねさんはですね、まああの、いや、本当にすごいなと思うのはですね、もうメンタルがすごい強いし、そういうね、コラボのね、いろんな資料も読み解いて不正をね、見つけていく能力もね、本当にすごいなと思うわけなんですけれど、はい、この住民監査請求がですね、まあ、結果として、まあ、監査として、正当だと認められてですね。で、最終的な結果、東京都に対してですね、まあいろいろと是正勧告がなされたと。2月28日までに、これこういうことをしろというですね、まあ勧告がまあ出されたということなんですね。はい。まあその内容についてはですね、まあ昨日の動画にありますので、まあそちらをね、参照いただければと思いますが、まあ本当にね、この住民監査請求自体がですね、まあ認められること自体が、ね、少ない。1% 未満っていうのかな、かなりね、稀、レアケースになってきますので、まあそんな中、この住民監査請求が、まあ、通ったということについてはですね、まあよっぽど、まあコラボのね、会計が、まあずさんだということと、あとはやっぱりね、ひまそらさんの出したですね、この住民監査請求の、まあ、書類などがですね、まあしっかりされていたということなんだろうと思います。はい、ということでですね、まあ本題はですね、はい。本日ですね、おはようテラちゃんという番組でですね、こちら、まあ、毎回、このおはようテラちゃんの中で、まあ、ゲストの方とですね、まあ、テラちゃんっていうですね、まあ、司会というのかな、パーソナリティの方かな、とですね、ゲストの方が、まあ、ゲストの方を呼んでお話しするんですけど、そのゲストはですね、今回は、郵便学者の内藤陽介先生だったということですね。まあ、内藤陽介先生は、まあ、チャンネルクララという、まあ、番組とかですね、で、まあ、郵便学者として、まあ、いろいろとね、結構、まあ、なんつうのかな、世界各国のですね、結構マイナーな国の政治事情とかにもね、詳しくて、まあ、非常にね、興味深い話を、まあ、聞かせていただいているわけなんですけれど、はい、今回はですね、このおはようテラちゃんで、コラボの問題を取り上げて、おられました。で、まあ、今回のコラボの件に関してですね、まあ、内藤先生がおっしゃるにはですね、まあ、増税がすごくね、問題になっている中、税金の使途をね、しっかりすべしということについて、まあ、こういう委託事業において、まあ、税金の使途がね、しっかりしていないと、ずさんだということに、を明るみにしたひまそらあかねさんのですね、この、今回のことをですね、まあ、大変評価されておられまして、まあ、ある意味ね、ある意味、増税をストップさせる、あるいは、まあ、減税を、に向かせるね、チャンスではないかとおっしゃられて、そういう旨のことをね、おっしゃられておられました。で、そこでね、大事なのはですね、やっぱり不用意な発言を避けて、避けることということをおっしゃられました。不要なことをね、言って、まあ、足を引っ張られないようにということですね。まあ、具体的にはね、今回の、コラボの委託事業というのはですね、被害、若年の、若年女性の被害をですね、まあ、防ぐと、少なくするということなので、まあ、そこをですね、まあ、否定したりすることでですね、上げ足を取られないようにのようなことをですね、おっしゃられておりました。まあ、つまりですね、適切な使途に関してはですね、税金の適切な使い道については、まあ、しっかりと、まあ、評価をしてですね、そうじゃないところに関して、批判をすべきということで、はい、まあ、不用意な発言を、まあ、避けていこうということで、まあ、これはですね、まあ、私は、本当にね、肝に銘じなければいけないということでございます。まあ、昨日のね、
はい、私の動画にもですね、そのような旨、何でもかんでも減税につなげるなというですね、まあそういうことをね、おっしゃられる方もおられましたけれど、まあ減税にはね、ちょっとハードルは高いかもしれませんけれど、まあ少なくともね、増税はですね、防げるんだろうと、防げるね、きっかけにはなるんだろうとは思います。まあもちろんですね、若年被害者の女性、若年被害女性のですね、被害を、まあ、減らすこと自体はですね、まあ、すごく意義のあることだと思います。まあ、コラボのやってることについてもですね、まあ、意義があることだと思います。この若年被害女性の救済支援事業というのは、東京都のね、この支援事業、ちょっと正式な名称を忘れたんですけど、大きく 4つあるんですね。その一つが、まあ、コラボなわけです。他にもね、パップスとか若草プロジェクトだったかな。あるいは、ちょっと、まあ、その4つがね、今すぐ出てこないんですけど、まあ、その4つの一つがコラボなんですね。で、コラボはですね、どうやら一番しっかりと活動をしているみたいなんですけれど、ちょっと他の3つ、どうなのかなっていう、まあ、疑いがあるのはね、確かなんですよね。まあ、今後ですね、そういったところにも、特にね、若草プロジェクトは、まあ、やばいんじゃないか、みたいなね、そういうのはね、そういう指摘はね、確かにありますので、そこのところをですね、まあ、しっかりと、まあ、証拠をつかんで、指摘できればと思います。まあ、もちろんね、まあ、苦労はするとは思いますけれど、まあ、どこまでできるのか、まあ、ちょっとね、わかりませんが、まあ、着実にやっていこうと思っております。ということでですね、今回も、まあ、コラボの話でございました。まあ、年末ということで、まあ、ちょっとね、この事務所でいろいろとね、仕事をしていたわけなんですが、はい、まあ、なかなかね、仕事納めという感じには至らないと思います。はい、ちょっと、そんなところで、今回の動画、以上にしようと思います。はい、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、はい、内藤陽介先生、どうも、はい、素晴らしいアドバイスありがとうございました。はい、というわけで以上になります。はい、 NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。